有限会社和田金は、三重県松阪市中町にあるすき焼き料理店を及び、同店を営む、特例有限会社。霜降りの松阪牛を作り上げた店舗である。いい肉で貫けを、代々守り続けてきた和田金では、すき焼きを、ことぶき焼きと表現し、提供する牛肉は、自社牧場で肥育し、使用する野菜、鍋、炭に至るまで徹底したこだわりを持つ。 松坂市内には、和田金の他にも牛銀本店、亀やタイヤ旅館など、縁起のいい屋号の松坂牛料理店が立ち並ぶ。初代の松田金兵衛が1878年に、松坂家事長で、精肉店、和田金として開業した。金兵衛は、天保12年に、一主軍家城村に生まれ、若くして、江戸へ登り、深川の料亭、和田平で修行を積んだ。 その後、明治2年に、のれんわけを許され、京橋で仕出し料理店を開いた。この時、自分の名前から一時取り、和田金と名乗ったとされる。1876年、松坂に帰郷した金兵衛はまず乗り合い橋屋を開いた。その売り上げを元手に、和田金を開いたのであった。開店から5年経った1883年、和田金をすき焼きを出す料理店にした。 松坂では初めてのすき焼き料理店であった。当初はぶつ切り肉で今日していたが、開店後もしばしば東京へ通って、牛肉料理の研鑽を積んでいた金兵衛は大きめの薄切り肉に変更し、肉の旨味を引き出すことに成功した。また、精肉部門ではロース、バラ、ヘッドなど部位ごとに名前を付け、肉質の良し悪しで値段を変えるという、新しい販売手法を導入した。 1888年に中町へ移転した。翌1889年には、当時一頭12から15円が相場であった牛を20円で買い取り、町の人をあっと驚かせた。和田金の前には20円もする牛を一目見ようと、人だかりができ、その見物客に金兵衛は酒を振る舞ったことで、松坂の町で話題をさらったという。この頃に、 良い肉しか売らないという基本方針が定まり、良質の牛を飼育すれば和田金が買ってくれると、松阪近隣では飼育技術を向上させる農家が増加した。近米の商売は順調に推移したが、それを支えたのは妻の峰であった。峰は1921年に中央畜産会が開いた畜産博覧会では唯一の女性として、 肉牛評価委員に認じられたほどの確かな肉牛を見極める目を持っていたという。1921年、天命に添えて松坂肉元祖を掲げ始めた。1927年、三代目の松田茂の下で東京、京橋に東京支店を出店した。東京進出には、時の農林省が畜産省令のために積極的に関与したといい。 三重県庁も協力した。1929年には内閣総理大臣田中義和や主要閣僚が和田金の牛肉の試食会を開いた。1935年には全国肉用畜産博覧会で最高の名誉賞を受賞した目牛、道を競り落とした。その後太平洋戦争の激化により東京支店は牛肉の配給機関となり、 和田金の配給ギップは高値で取引されたという。1950年4月、企業化して有限会社和田金となった。1952年には特別肥育牧場を開いた。この牧場は仕入れた肉牛をすぐ牛肉にしてしまうのではなく、和田金でもう一度肥育するために開設したもので、第二次肥育と呼んでいた。1六十四年には、 自社牧場の和田金牧場を一市郡嬉野町黒野に開いた。この際、なぜ地元農家から牛を買わないのかと農家から迫られたが、牛肉の安定的な仕入れのための苦渋の決断として牧場設置に踏み切った。1987年、店に隣接する道路の拡幅工事を機に店を建て替え5階建てのビルになった。1991年、 松坂屋名古屋店、南館10階に和田金直営のすき焼き店を出店2000年まで営業した。名古屋店は好評を博していたが、良質の肉と人材を確保できないという理由で閉鎖した。2002年に三重ブランドの認定制度が始まると、松坂牛は真珠伊勢海老、マトヤカキ、アワビと同時に第1号認定を受け、 和田金は松阪牛の認定事業者となった。2010年、自社牧場を株式会社アダキンファームとして分社化した。松阪市中町の風景。画像奥に和田金が見える。東京や名古屋に支店を出していた時期や松阪市内で系列店、推奨客を経営していたこともあるが、2019年現在は松阪市中町の一店舗のみ営業している。 松坂城の城下町、伊勢三宮街道沿いに立つ5階建てのビルの全体が客室になっており、連日観光バスが何台も詰めかけ、1日に2等分の松坂牛が販売されている。このビルの内装はすべて和風で統一されている。店内はすべて個室で、来客は座敷に通される。客室の広さは1家族分の八畳間から、 舞台付きの150畳の大広間まで幅広く、最大収容人員は550人である。調理と取り分けは、すべて客の目の前で、中井が行う。中井について、フードジャーナリストのムカサチエコは、手さばきが見とれるほどに、見事と評し、開顧剣は小説、新しい天体の中で、うすっとしたきり、何を言われても、へえ、と言っていると記している。 和田金が目指す牛肉は、美味しいお肉であり、それを満たすのは、口溶けの良い、胃もたれしない油の肉であると考えている。金兵衛は、いい肉で貫けを家訓に定め、悪い肉を売るくらいなら、商売などやめてしまえと、口癖のように言って聞かせたという。家訓重視の立場から、死亡の有点の数値化を目標としており、特産松阪牛や、 A-5 ランクなどの巷の格付けに対するこだわりはない。和田金で松阪牛の刺身を賞味したマイケルブースは甘くてクリーミーでヨーロッパで食べるようなメタリックでち生臭い味はしなかったと感想をしたためている。和田金を訪れる客の半数以上が注文する看板料理のすき焼きを和田金ではことぶき焼きと表記している。肉は 兵庫県生まれの黒毛和種の目牛を自社牧場で肥育したものを使用し、少し厚めに切って供する。部位はロースで、一人前は二枚である。野菜は地元産の青ネギ、淡路島の玉ねぎ、東北地方の椎茸など、日本全国から上質のものを仕入れる。鍋には南部鉄器を、熱源には菊炭と呼ばれる放射状の割れ目を持つ炭を用いる。開口は、 新しい天体の中で、近頃こんな上等の片隅というものを見たことがないと、表紙、東京のすき焼き店、陳やは、東京では、とても同じことはできないとコメントしている。ことぶき焼きは、いわゆる関西風であり、南部鉄器の鍋に肉を広げ、砂糖を少量ずつ振りかけ、特製たまり、醤油を垂らしていき、肉が焼け始めると、昆布だしを加え、食べ頃を見計らって、 中井が客に興する。その後で野菜や豆腐を焼き、先の肉の旨味を吸わせる。お笑いタレントの寺門志門は、ことぶき焼きを食べ物ではなく飲み物と形容している。ことぶき焼き単品とことぶき焼きを中心とする会席料理のコースメニューがある。コースの内容は時期によって変わるが、伊勢拓網や松坂赤菜の漬物など知物を使っている。ご飯は、 おかわり自由である。すき焼き鍋で焼き、塩味で食べる、心を、焼けというメニューもある。網焼きはヒレなどの肉と野菜を炭火で焼いたもので、ことぶき焼き同様、単品とコースメニューがある。肉の部位は、小竹梅の東急で変わり、最高の、徳松は、シャトーブリアンを供する。開口は、新しい天体で、主人公の彼に、 肉の感想を次のように言わせている。また、彼の隣の部屋にいた客、岡部さんには次のように言わせている。クレープシュゼット店内で牛肉料理を提供するだけでなく、創業時からの店頭での牛肉販売も継続している。販売は店舗1階で行う。自社牧場で生産する牛肉を販売するので、販売価格は市場に左右されず安定しており、 2005年には14年ぶりに値上げしたことがニュースになったほどである。価格変動が少ないので松阪牛の鹿が上がると他の精肉店よりも安く買えることがある。店頭販売の牛肉は6種類あり、贈答品としての需要が主で常連客からは細切れ肉の人気が高い。土産品として戦前々から製造を販売している牛肉しぐれにも取り扱う。 和田金牧場出展、国土交通省、国土画像情報1964年に、有限会社和田金が自社牧場として開設した。2010年に株式会社和田金ファームとして分社化し、同社は牛の肥育、販売、農産物の生産、加工、販売を業務としている。牧場は、一般人の見学を受け付けていないが、取材や職場体験を目的とする場合は、 受け入れ実績がある。取材の場合、マイケル・ブースのように牧場に降り立ち、直接牛に触れることを許された者もいれば、ムカサ・チエコのように、皇帝駅対策として車窓からの見学に留まった者もいる。皮肉技術工場を目指す社内イベントとして、品評会を開いており、和田金の社長や飼料会社の関係者らが、牧場の牛を評価する。牧場は、 松阪市嬉市の黒野町にあり、その面積は約13ヘクタールで15の牛舎が並んでおり、見学したマイケルブースは牧場というよりも綺麗に手入れされたカントリークラブみたいだと形容している。兵庫県産黒毛和種の目牛の実を仕入れて肥育している。すべて未経産の目牛で仕入れ時点の月齢は10ヶ月である。梅牛であるのはお牛よりも肉質が柔らかいからで、 諸女牛であるのは、神戸や出産、母牛として母乳を与えると、脂肪の燃焼や養分の流出で肉質が低下してしまうからである。肥育頭数は約2000頭で、年間出荷頭数は約500頭。ここで生産された牛肉はすべては打菌で販売、調理される。肥育期間は30から36ヶ月程度であるが、特に決まっているわけではなく、 場合によっては40ヶ月肥育した肉が供されることもある。牛肉に加工される前の牛は600から7 0 0ラムになる。餌には稲荒、トウモロコシ、大豆、穀物などの配合飼料を使う。松坂牛の肥育方法として知られている、ビールを飲ませる、マッサージを行うを実践している。そもそもこの方法は、和田金が試行錯誤の末に生み出したものである。 ビールを飲ませるのは食欲増進のためで餌を取る量が落ちた時に与えるので毎日飲ませているわけではない。与える時はビール瓶のまま牛の口に突っ込む。マッサージを行うのは脂肪の蓄積を防止するためとされるが実際には脂肪の分散効果はなく出荷前の牛をリラックスさせることが目的である。このほか飼育員が焼酎を口に含み 牛に吹きかけるということをしている。これは虫が寄りつくのを避けるためで、焼酎を使うのはアルコール度数が高く安価に入手できるからである。ビールを飲ませたり、焼酎を吹きかけたりするには経験を積む必要があり、マイケルブースは挑戦したものの失敗している。牧場の一角には子牛の繁殖を目指して日夜研究を行う松坂ラボがある。 肥育するための子牛を生産する田島地方で急速に畜産業が衰退しているためであるが、まだ研究は道半ばで田島産のような味わいは再現できていない。来客のメインは接待利用であるが、これまでに数多くの著名人が来店している。特に東京支店があった頃には、皇族をはじめ政財界の人々に松阪牛を納め、東京で 松坂牛ブランドを築くのに貢献した。1929年には田中義和らが和田金の牛肉の試食会を開いたという記録が残っている。開貢県は和田金を訪れ小説新しい天体の中に和田金を登場させている。新しい天体は相対的景気調査官なる役職についた主人公が北海道から鹿児島県まで 日本全国をめぐり、予算消化のために、ただひたすら食べまくるというストーリーである。またマイケル・ブースは、自分の手で牛をマッサージするという本来の目的を、伏せたまま、松阪市などと取材交渉を重ね、紹介された和田金の牧場を見学し、店舗に訪れた体験を、英国一家、ますます、日本を食べるに綴っている。芸能人では、寺門,門が、 行きつけの店としており、TBS テレビの人生最高レストランで、すき焼きの頂点として紹介している。寺門は、幼少期から松阪市に墓参りで訪れており、寺門が肉好きとなるきっかけを作った店が、和田金であったという。双子の長寿芝居として知られた金さん銀さんは、入店前に、牛肉は好きではない、魚の方がいいと漏らしていたが、ことぶき焼きと、 網焼けを堪能した後は、また食べたいと上機嫌であった、というエピソードがある。日本国外からは、マレーシアの首相のマハティールビン・モハマドが外交ではなく、観光目的で伊勢島に訪れた際に、家族で来店し、牧場も見学した。中日アメリカ合衆国大使のハワード・エイチ・ベイカー・ジュニアは、伊勢神宮を訪問する前に、夫妻で来店している。 本田総一郎のエピソードの一つに和田金にまつわるものがある。三重県で開かれたある会議に参加した本田は管理職の一人が和田金での昼食を提案したところ、50人も一緒に食事できる部屋はあるのかと問い、他の参加者が弁当を食べることを知ると自分も弁当にすると言った。社長だからと特別扱いされることを嫌い、人は皆平等と考えた。 ホンダの人柄を表すエピソードである。桑名市の柿安本店の社長であった赤塚保は、和田金に憧れを抱き続けていた。1960年代の売り上げは、和田金の納税額よりも少なかったが、和田金を目標として、事業を拡大して、成功を収めたという。ありがとうございます。